毎度ネギ前で、はい、というわけで今回はこちら、少しだけ久しぶりかな、スリーコインズに行ってきました。でもう見てわかる通り、ちょっと大きめのものを購入してきて、今日はこちらを紹介していきたいと思います。それとお宅の皆さん必見のアイテムもあるので、よければ最後までご視聴お願いします。点数的にはね、そんなに多くないんですよ、大きめのやつがあるだけ。じゃあまずもう最初のうちに大きめのやつ紹介します。こちらカゴ、これはね、一つ500円なんですよ。ほら、だからこれ2つで1000円です。100均にあるものよりかははるかにちょっとしっかりとした素材になってます。だから500円でも全然ね、高いと思わないぐらいの価値があるカゴ。私が行ったお店はこれが、2色あって、これが濃い方で、もう1個薄い方のブラウンのものがあって、サイズはこれだけでした。一人暮らしの家だとどうしても収納スペースとかがね、少ないんですよ。だから洗濯機があって、そこにこうなる、上に立てかけるみたいな、ニトリでだいたい3000円から5000円ぐらいで売られてるようなものがあるんですよ。それを今ずっと使ってて、でそこにニトリで買った大きめのカゴ、服洗う脱いだやつを入れて、でそのカゴの横に畳んだタオルをこう置いてたんですよ、積み重ねて。で上から使っていくっていう風にやってたんですけど、なんかあんまり見栄え的にも良くなくて、まあ、動画とかにもあんまり映したくないような感じかなって思ってたので、それでタオルをちょっとここに入るように畳んで詰めて置くところにこうやってポンって置こうかなって思ってます。まだタオル実際に畳んでここ入れてないから、もしかしたら違うところに、洋服畳んで直すところに入れるかもしれないけど、一旦その洗濯物のところに置くつもりで買ってきました。で2個買ってきたのは、バスタオルとかマフラータオルとかを入れる用と、こっちが実際ちょっと並べてみたらもしかしたらスペースないかもしれないけど、よく使うようなコスメと乳液とか化粧水を入れて、朝化粧する時ポンってこれごと取れたらいいかなと思って、なんかいつもいちいち選ぶのめんどくさかったから、楽したいなと思って買ってみました。それもちょっと使い方どうなるかわからないけど、一応ね2つだけ購入してみました。そして次に靴下が3点、間違えた、あ2点です。これがちょっと新作かな。あ、ネイル変えました。めちゃめちゃお気に入り。これ靴下。これは1足300円で、100均でね、今まで私1足100円のものを買ってたんで、そう比べるとちょっと高いかなって気がするけど、でもやっぱり100均のものと比べると明らかに生地はいいかなって思います。長持ちしそう。春とかに履きやすそうな感じの薄いパステルカラーになってます。で、こっちが、まあこういうね、春物向けのものが出てきてるので、冬用のものとかあったかいやつがちょっと安くなってました。これが2足付きで150円。めちゃめちゃ安い。このグレーとブラック。これぐらいの長さがやっぱり一番履きやすいんですよ。普段スニーカーの方がよく履くから。そしてオタク系のものに入る前に一つだけ最後。これメイク用のスポンジ、ダイヤモンドパフです。これはブルーのものとピンクがあって、今回はピンク買ってみました。これがどんなんやろ。なんか化粧下地を伸ばすように、こういうものを使いたいなと思って。あ、かわいい。マーブル状になってます。すごいかわいい。最近はずっとロージーローザーの6個入りとか8個入りのこういうまとめられたパックのやつを使ってたんですけど、少しね、それが小さいかなって思ったので、1個大きめのものを買ってみました。そしたら最後、オタク系のアイテム。2点。まずこの小さい方が、オタ活用の付箋です。待って、めっちゃキンとついてた。はい、そう、付箋です。これが1、2、3、4、5、5種類の付箋があります。ちょっと画面越しで文字見えないんですけど、皆さん見てください。舞台、イベント、配信、記念日、発売日。すごい。各25枚ずつ入ってるみたいです。で、これとね、一緒に使えるような感じで、オタ活手帳っていうものがありました。なんか調べたところ、去年の10月ぐらいかな、に発売されてたっぽくて、で、カラーもたくさんあって、ブラックのものとか、レッド、ブルーとか。私はね、こういうグッズの色を買うときは、赤か黄色。中学生の時に、AAA さんすごい大好きで、今ももちろん好きなんですけど、友達と一緒にライブ行ったりとかしてて、で、私、AAA で好きな方が日高さんなんですよ。ラップをされてる方で、その時からかな、黄色をよく買うようになったの。普通のスケジュール帳でね、ちゃんとツルツルした感じ。ここに、友引きとかそういうものが書かれてて、で、あとはもう今ね、これ、あ、10月、うん、10月に発売されてたから、これ去年の10月からかな。結構過ぎてるから、3ヶ月、4ヶ月。で、こういう風に、バーっとあります。で、最後は今年の12月まで、今年末まであって、で、そこからはバースデーっていう、こんな感じですね。
縦になった縮小されたスケジュール、あとはメンバーズマネジメントリスト、すごいすごい、あの推し様の名前とか生年月日とかそういうのを書くやつやと思う。すごいな、結構書く欄がある。めちゃめちゃ押そうぜっていう感じで、あとここにショッピングリスト、あのリリーベの時とかにね、タオルが発売するとか、発売する日とかタオルとかストラップとか、あとはここに値段とかも書けるようになってます。すごい、ほんまにオタク用や。で、1枚ここにまたなんかね、紙を入れるようなファイルがあるんですよ。ビニールとかに生写真を入れてからここに収納できるっていう感じかな。うん、透明なのでね、どっち向きに入れても見えます。そしてなぜか最後紫色で終わりで、ここのさっきのところ、これがなんか3本線あって、この付箋がスケジュール帳の横に売られてたんですけど、これを1枚ペリッて剥がして貼って、で、あとは時間とか細かい内容を刻むっていう感じに使うみたいです。この前ね、池袋のアニメイト本店のところ行った時に、舞台用俳優さんとかを押されてる方が使うようなスケジュール帳っていうか日記帳、そういうものもアニメイトで売ってました。はい、というわけで以上が私が今回 3COINS で買ってきたものたちでした。まだね、このケースとかもどうやって使うかははっきり決まってないけど、もしかしたらルーティン動画の時にチラッと映るかもしれないので、映った際は前紹介してたなみたいな感じで見てください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。まいどー。